僕で。あ、乾いてる。さて、何するってたっけ、料理。唐揚げ。唐揚げ？と、ちょっと状況を見て、うん、刺身にしてみようかな。そしたらとりあえずこいつの鱗を取っていきまーす。よいしょ。今日はいい天気。鱗？あ、あるね。こんな感じでーす。よし、よっしゃ。内臓取って、まあ、ここでどうやろうね、赤ワインとか。いや、それながらね、硬いがやろか。こいつがね、おう、そんな硬い？結構硬いね。いや、バカ、まだ早い、お前の出番は。ここがちょっともったいないな。けど俺多分動画じゃ分からんで。あ、臭みはない。なんかすごい触った感じ淡白な感じやな。こんな感じです。下味つけるぜよ。どうしたら OK と分かる？これ垂らしていけるよ。いける。実食。これ刺身からいくで。オッケー。いただき。いただきます。いただきます。いや、うまいぞ。嘘つけ。いや、ほんまに。ちょっと柔らかいけどね。ちゃんと甘みはある。全然まずくない。臭みもないぞ。わさびつけすぎた。やろうな。もうわさびの味しかせん。でも確かに臭み一切ない気がする。ないね。全然食べれる。
応え弾力がある。うん、こいついただくで。絶対こいつがうまいと思う。うまいな。うん、うまい。ふわふわや。うん。これ、うまい。絶対ね。おー、骨がある。え、俺なかったで。さばいたことないから。これ。マジでこれ。間違いない。うまいな。うま。見た目に言わずやな、ほんま。うん。えがみちょっと柔らかくしたぐらい。うん、歯ごたえはね。うん。まあ、これ、後で全部食っときたいと思います。バイバイ。じゃあ。